若き日の大月序伝父番系、弟文彦と大月序伝から1931年1月12日は、明治時代から昭和時代初期にかけて活躍した学者、著述家。本名は清州。字は年教。通称は修士。序伝は豪。仙台藩士、大月番系の長男。大月文彦は弟。仙台藩の儒学者。 大月番系の次男として、江戸に生まれる。現海の執筆で著名な大月文彦の兄にあたる。科学を受けて、林家で漢学を学び、仙台藩の藩抗養剣道では、国学も学んだ。1871年海軍兵学寮の教官となり、文部省に勤務して、仙台藩から文部省に引き継がれた、新鮮辞書編集事業に携わる。 1874年、文部省を退官した後は、在野の学者として、著述に先進した。1875年には家督を弟の文彦に譲っているが、これは自由奔放な生き方の自分よりも、弟に家を任せた方が適切だと考えたことによる。和い王の学や文芸に通じ、東西年表や洋学年表、液路通などの著作があり、父、 大月万慶の著作、金庫師団の改訂を行っている。また、祖父、大月玄卓と信仰のあった、工藤平介の昇伝も表している。序伝は多方面に才能を発する知識人であったが、特に舞踊や画学、また平曲から俗曲に至る日本の伝統音楽には、精通しており、俗曲の由来や日本の画学研究の講師となる、部学図説を発表している。また、 白色と共にその気候で知られた。1931年、人縁のため87歳で没した。王語は、白石のごとく着々人に遅れず小には、黒いのごとく頬、ただ身を帰り見るむや望む汝がその栄を養い、気ごと、よく密にして、生を害せざるを、またや望む汝がその銃を持たし終わりぜえ収めくる、全曲の栄を君見ずやろういける当年双子に名づく。 ひざつきてつとたぐいをとりてりょうにも、あるお、にじのうた、さくゆめしれきちちのばんけいは、むすこふたりのせいかくを、にじのうたというしにたくして、みぎのようにのべている。このうたの王子、おうご、おさむとは、じょでんのことであり、しょうに、またとはおとうと、ふみひこのことである。このうたで、ちち、ばんけいは、じょでんのな事ごとにも、せっきょくてきなせいかくとふみひこのちゃくじつにふをすすめる。 性格を対比、指摘している。これは、ジョデン5歳、文彦3歳児の父親による評価であるが、後に、文彦自身も、兄は何事にも、気遷を制するやり方であるのに対し、自分は進むよりは守るという主義であると述べている。戦術のように家徳を弟の文彦に譲ったことも、このような両者の性格によるものであろう。実際に一つのことに長く打ち込み、 10年以上の年月をかけて、限界を作成した文彦と比べて、序伝の興味、研究対象は、歴史、地理、音楽、服飾と非常に多岐にわたっている。赤学として、世に認められていた反面、気候癖があったのも事実で、基人扱いされることも多かった。講演会などでは、前の登壇者の発言の誤りをいちいち指摘するので、嫌がられることもあったという。 林志平、オランダ戦、図説1782年、2019年2月3日、閲覧。AB アソヌマ2005、P103、東西年表1927、AB 洋楽年表1877、駅路通1911、金師団1879、近代デジタルライブラリー。2010年2月11日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2010年4月28日へ閲覧。関2008 PP 91、pp91 から92、ab 部学図説1905、近代有名人の死因一覧2010、p6、大島2004、pp106、107 10、お家、騒動の研究1925、江戸復職師団2001。ありがとうございます。